とジェリー仲良く喧嘩しな状態から一転どうやろ。夕刊フジザクザク2019年12月13日米朝なじり合い第2次朝鮮戦争警戒官邸周辺米韓国へ気兼ねなく北へ軍事力行使も北米に復讐する準備できている。あらまあ物騒ね、怖いわ。記事によりますと朝鮮半島情勢が緊迫している。非核化をめぐる米朝協議の停滞に苛立つ北朝鮮がクリスマスにも核実験や大陸間弾道ミサイル ICBM の発射に踏み切る危険性があるのだ。メリークリスマス。テボドン。あ、テボドン古いか。今は火星なんとかやな。ドナルド・トランプ大統領率いるアメリカとキム・ジョンウン率いる北朝鮮によるチキンレース。韓国のムン・ジェイン大統領の側近が中国の核の傘入りに言及するなどレッドチーム入りを示唆する中、米軍の北朝鮮への軍事作戦へのハードルが下がっているとの見方もある。元アメリカ国防次官補も第二次朝鮮戦争が起きる可能性が高まっていると重大警告した。北朝鮮と韓国の戦い、もちろんアメリカも含めて停戦中やからな。国連安全保障理事会は11日午後、北朝鮮の核ミサイル問題に関する公開会合を開いた。議長国であるアメリカの国連大使ケリー・クラフトさんは北朝鮮に非核化協議への復帰を促した上で次のように言及しました。弾道ミサイル発射は射程に関わらず明確な安保理決議違反だと言い、北朝鮮が深刻な挑発行為を再開するなら相応の行動を取る用意をしなければならない。相応の行動を取る、うん、どんなんやろう。これに対し北朝鮮外務省報道官は12日アメリカが緊張の雰囲気を煽ったと非難し、我々がどの道を選ぶのか明確な決心を下す上で決定的なきっかけを与えた相応の対応を取る準備ができていると、 ICBM 発射再開も辞さない姿勢を強くにじませる秘話を発表した。にゃん、オウム返しやんか。朝鮮中央通信が伝えた。やって。北朝鮮が一方的に米朝協議の交渉期限とした年末に向けて朝鮮半島情勢は一層緊迫しそうだ。やって、年末に向けて。あらまあ、年末年始は楽しく過ごしたいよな。そうそう、日本では正月三が日めっちゃ大切にしてるけど、他の海外ってクリスマス重視でお正月あんまり重視してあれへんねんな。元旦休んで次の日から仕事いうのがあるよね。12年ぐらい前の3年間はお正月になったら香港行っててんけど、2日からあの人たち仕事してたよな。まさか香港があんなになるとは思えへんかったわって感じやねんけど、記事戻って、世界最強の米軍は軍事偵察衛星や様々な偵察機を朝鮮半島周辺に飛ばして北朝鮮の動向を探る一方、死の鳥と知られている B-52 戦略爆撃機を日本周辺まで飛行させた。北朝鮮への間接的警告を行った。死の鳥やって。いや、怖い。さらに、アメリカ国防総省は12日、地上発射型の中距離弾道ミサイルの発射実験を実施したと発表した。これってやる気満々？実験は、アメリカ西部カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地で行われ、弾道ミサイルは500キロ以上飛行して海に着弾したという、中国やロシアに対抗するためと報じられたが、時期から見て北朝鮮も意識しているのは間違いないやて。毎回申し上げますが、中国やロシアはプーチン大統領になったとしても赤いまま、ソ連、崩壊したけど、コミンテルンっていうのはなくなったけど、コミンテルンっていうのは国際共産党。世界各国の共産党は、コミンテルンなんとか支部で、一支部同士やから、コミンテルンは名前が消滅しただけで、あるでしょう。コミンテルンの指導団体っていうのは、有名な石屋さんで、なんとかメイソンやからね。で、記事ちっちゃいタイトル。ムン
政権の対応が半島危機を加速。ムンムンやるね。前述のさっき出てきた国連安保理の公開会合で、韓国の国連大使のチョヒョンっていう人が、北朝鮮が国連安保理決議の義務を履行すると同時に米朝対話に乗り出すことを強く促すと語った。総合ニュースが伝えたが、ムンジェイン政権の対応が朝鮮半島危機を加速させているとの指摘もある。38度線を越えてソウルまでめっちゃ近いらしいから、みんなまで言うまい。日本の官邸周辺は、トランプ大統領が以前、最近韓国は北朝鮮からも連絡がないみたいだ、信頼されていないんじゃないかと語っていたが、意味深長な発言だったと言い解説した。北朝鮮は米朝協議をめぐるムンジェイン政権側の情報分析が間違っていたため距離を置いた。一方、トランプ政権もムンジェイン政権を全く信用していない。北朝鮮は戦略的な敵だが、韓国の左派政権、ムンジェイン政権はもっと問題だという意見すらある。実はトランプ政権が米朝協議から韓国を引き剥がした。アメリカ主導で締結した日韓の軍事情報包括保護協定、ジーソミアをめぐる一連の問題でも、トランプ政権は一貫して日本側に立っていた。その上で、中国の国務委員兼外相の王毅のおっさんが訪韓していた、韓国に行っていた今月4日、ムンジェイン大統領のブレンである大統領統一外交安全特別補佐官のムンジョインっていうのが、国際会議でもし北朝鮮の非核化が行われていない状態で在韓米軍が撤退したら、中国が韓国に核の傘を提供し、その状態で北朝鮮と非核化交渉をするという案はどうだろうかと語ったことを指摘した。もう何にも分かっていない、おまぬけ発言やと思います。この世の中は資本主義対共産主義や社会主義の争いは必要不可欠で、常に問題が起こって戦わなあかんシステムになってるみたいなんですね。この世の中を牛耳っている大きな勢力が戦いやー言って戦わしとるから、もう世界平和なんてありえないなんですよ。ですから私は世の中の恵まれない子とか見ても、もうそれはもうしょうがないで、一人助けても次から次へきりないし、自分らの生活で精一杯やし、ね、我々日本人は日米同盟のもと自由で楽しく生きましょう。もう民徳をめんどくさいからって思いながら、まず自分たちの足元固めましょうやって言いたいんですね。金と時間が余ってる人だけ世の中のこと考えたらええねん。とにかく日本を石化させないように、石化とは思想を共産主義にすることで、共産主義ってなんかええもんのように勘違いするように洗脳が行われてますが、共産主義者にシンパシーを感じて仲間になってしまうと、必ず恐怖支配されて暴力振るわれて痛い痛いみたいな感じになっていくから、関わらん方がええねん。とにかく残念ながら日本人は自民党しかないねん。嫌やでめっちゃ。でもその他の政党は赤マルクソ的な共産主義者の集まりなんですね。自民党の中にも赤いやついっぱいいるねん。で、自民党の一党独裁が怖いとか言うて他の新しく出る政党に期待させようとしてくるやついますけど、新しくできる政党も真っ赤やんか。私、新しくできた政党に対して何も言わない、そうするガン無視してますけど、見て見ぬふりしてますけど、一応できた時にこいつ何っていう感じで画像検索とか、ああこことここが繋がってんねんや、本物の右翼とか言われてる人の中にいはんねんや、憲法9条信者やんかとか一応調べてて、もし面と向かって聞かれてネット上じゃない時に、あいつあそこにいたやつですよとか言えるようにはしてるよ。私の趣味はリサーチですからね。昔はリサーチが嫌いで嫌いで仕方がなかったんけど、私仕事仲間の若い子に恵まれへんかったで、自分でリサーチもせなあかんかったから、まあ大概のもん自分で調べてきたっていう自負があるんですけどね。記事戻りましょう。11分以内に終わらせたい。ちっちゃいタイトル、元アメリカ国防次官補が気になる発言、発射台破壊など軍事攻撃例用意。前述のさっき出た
官邸周辺はレッドチーム入りしたいムン政権の本音であり、同盟国アメリカへの裏切りと言える。ムンジェイン政権は先月末ジーソミアの当面維持を発表したが、もし破棄していたら在韓米軍撤退の流れは加速しただろう。米韓の距離が広がることはトランプ政権が気兼ねなく北朝鮮への軍事作戦を決行する可能性が高まると語ったこうした中、元アメリカ国防次官補による気になる発言があった。政治学者でクリントン政権の国防次官補を務めたアメリカハーバード大学教授のグレアム・アリソンさんってのが12日日本アカデメイア第1回東京会議でアカデメイアってなんやねんって思って調べたら、日本アカデメイアっていうのが組織名やねんな。政界や産官学各界の連携によって日本の将来を担う人材の育成を目指してる組織やって、でそこの第1回東京会議で北朝鮮の核ミサイル問題をめぐり非常に危険な展開、第2期朝鮮戦争が起きる可能性が高まっていると警告したのだやって。物騒やな、怖いな。あと数行あるけど、まあちょっとやばい状態やでってアリソンさんが語ってはる。で、北朝鮮の弾道ミサイルは日本全体を射程内に入れている、早急な対応が必要だ言うてるから、難民を水際で止める入れないっていうのがまず必要で、もう躊躇なくイランイランシッシーってやらなあかんね。